はい、ジュンジーです。ではアイワナローズギア続きをやっていきましょう。このポケモンステージの、後半でしょうね。いきましょう。ボスのような気もしますが、あ、ゴー。あ、ボスだ。あれ、この敵、なんか見たこと、敵というかモンスター見たことあるようなないような。電磁砲を放った。これはでもあれでしょうね、多分乗って戦うんじゃないかなと思うんだよね。あ、そうだね。え、あ、これ愛しの GNH 君攻撃。あ、待て待て、これも完全ポケモン関係ない。これなんだっけな、アイドルマスターで、あ、いや、なんだっけな、なんか、うわ、くそ、え、これ長くない？なんかね、あの攻撃ね、あのパーマネンスで見たんですよね。あれ、おにぎり、あ、うくドット絵出てきたね。いろいろあるんですね。ちょっとコイルみたいな敵ですね。あ、おにぎり派。これは、あ、ちょっと頭出てんだ。ジャンプしないとまずいですね。ここにいながら打って、あ、下、どうなる、あ、こういうことね。ちょっと位置がずれるんですね。注意しましょう。あ、やべ、あー、そのバリア当たり判定あるんだ。いわゆるボス戦だ。あ、来た。これね、パーマネンスで見たんですよね。その時は調べたんですが、キャラ名忘れちゃったな。確か調べたと思うんだよね。あ、待った、まずいまずいまずい。あ、よかったよかった。 この裏の絵には当たり判定ないんですねそのクイックルルルって出てくるのだけ当たり判定あるから注意。危ね、ギア来た、ギア来た。あ、でもギアはそういう軌道か。だけどこれ乗ってダメージは、あ、そうでもないか。あ、びっくりした。ゲー、またドラゴンゾンビ来た。これパターン一緒かな、どうだろう。あ、そうでもないか、ちょっと違いますね。ダメージ与えるチャンスがあまりない。乗ってた方がいいのかな。雷、待って、初見は分かんないよ。どうやって動けばいい。あぶね、あぶね。これ乗ってた方がいいよね。これどういうやつ。あー、これは乱数か。これが一番いいな。これがまだ一番見切りやすいかなと思うんだよね。あ、でバリアが消えてってダメージチャンスが生まれるのか。それにしても体力あり、やばい、おにぎり早くる。あっぶね、体力あるね、体力めっちゃある。やっと半分。あ、やばい、これまずい。でも真ん中で当たんなかったから、ここに、あ、うわ、違う、うわ、なんかずれてくんのかな。どうしよう、これどうしよう。あ、でもこれさ、今思ったけど、ここで当たんないんじゃない。多分機動的にここにいれば当たんない。あ、よしよし、分かった分かった分かった、分かってきたぞ。ボスちゃんの仕組みが、一つ一つの攻撃がな、ここで多分当たんないね。あそこの口から出るんだったらここには絶対当たんないから、オッケーオッケーオッケー。あとね、雷攻撃も分かったけど、あれも橋ですね。橋は橋だけ、やべ、ギアが来た。ギアは下で避けよう。ここの交差するところで避けた方がいい。なんかこの回で倒せそうな気がするよ。もう基本全部避けられると思うんだよね。あの未知のものが来なければ。あと乱数の、あの雷弾が、あまり変な乱数きついの来なければ。あ、まずい、しまった、そうでもない。よし、もうだいぶ攻撃がかわせるようになってきたと思います。あ、これ新しい、何これ。あー、ピカチュウピカチュウ叫んでるね。だけど、あ、またおにぎり派は時期のところに来るのか。わかりました。多分一通りも動画も見返し、あの酒パターンも、研究したので、研究というか、まあ、あの分かってきたので、もう多分買わせる。あとはこういうね、弾の乱数がいいのが来てくれれば。うん、でもちょっとこれ攻撃に移れないな、なかなか。よし、あ、結構インターバルあるね。で、ギア攻撃、これはこのクロスするところで避ける。あ、なんかこの回で倒せそうな気がするぞ。うん、で次は、あ、雷、あ、また、しまった。雷はね、一番左が多分当たんないんですよ。でもそこまでいけるかなんだよね。うん、レッツゴー。もうだいぶパターンは見切れてきたぞ。あー、ギアか、がギアちゃん攻撃ね。ギア操作を放ったと。これは大した攻撃でもない。電磁砲か。これもしっかり後ろで回避しましょう。結構ね、前に寄ってって当たることあるから。で、またこれ後ろで回避してもかなりインターバルありますからね、弾消えるまで。あの前に行ってダメージチャンスは あるんで、
うん、あまりこうせかせかする必要はない。しっかり回避してから前に行く。よし、こう一つ一つね、丁寧な攻略が大事ですね。やばい、これちょっと苦…あ、待って、でもこの辺って仮に…この辺も届くかな。この辺こう…あ、来るね、来る。あ、でも危ねえ、ギリギリ当たんないようになってるかな。結構橋いいですね。やばい、あぶねえ、おにぎり派危ないんだよ。さて次は何が来る。あ、ギア操作ね。あ、なんか倒せそうな気がするぞ今回。いけそう、いけそうよ。あとは雷ちゃんワンテンポ置いてジャンプ、よし、オッケーオッケーオッケー。さてだいぶ見切れてきました。今過去最高ダメージ与えてます。いけるぞ、電磁砲、これもしっかり後ろで回避。だいぶ余裕あるからしっかり回避してから前に行く。よし、もうこれぐらいでいいから、これぐらい慎重でいいから。オッケー、来たか。これ回避すれば勝てそうな気がする。 これ怖いんだよな。危ね危ね危ね、よし、オッケーオッケー。ダメージ与えるときに与えてく。愛しの GNH 君攻撃回避、オッケー。さてもう、お、また来た。いい乱数で出てきてくれれば。これなんて言ってるんですかね、クイックルルルって言ってるのかな、わかんないけど。よし、あとちょい、倒した、終われ。よし、雷攻撃今回来ませんでしたけども、多分雷が鳴ったら1個目はこの辺、2個目はこの HP の下で回避して、最後は橋で、これで多分回避しきれると思ってたんですが、まあ、運よく来ませんでしたね。入りましょう、ゴー。なんとか撃破できた。おお、帰ってきたぞ。よし、ではまだ時間がありますので、この新しくできたワープホールに入っていきましょう。これでアイテム全部取った。あれあれ、ちょっと待ってね。全部取りましたかね。あのポケモンステージでアイテムって取ったっけ。取ってないような気がするけどね。まあでもいいか、ワープホール出てますから入りましょう。ほい、あ、センキフォープレイングになった。おお、一旦これでクリアか。通常クリアですかね。で、オールアイテムゲット。あ、ここ開きそうな感じしますから、やっぱりポケモンステージで1個取り逃してるんですよね。あれ取ったら開くってことか。なるほど。一旦これでクリアか。ってことはポケモンステージもう一回戻ってアイテム探すか。わかるかな？もしわからなかったら調べて、取得したいと思います。まずそこまで行きましょう。ゴー！はい、ではポケモンステージまでやってきました。でアイテムなんですけども、多分ここにあるとは思うんですが、私も自分のね動画見返して怪しいところないか調べてはいたんですけども、探してはいたんですけども、まずマップ上にはアイテムがなく、まあ、あとはね特別ここ怪しいみたいなところはなかったんですよね。まあ、あったらこう道中でやってますしね。であとはもう壁を総当たりみたいになっちゃうので、ここはね調べさせていただきました。で場所が分かったので、まずそこまで行きたいと思います。おう、あれ、このボスとはまた戦うの。あー、途中のボスはみんな撃破になってたんですけども、これだけ戦うのか。ってことは中ボスなのね。はい、やってきました。ドラゴンゾンビを倒した次のマップですね。でここのこの左上、こっちに行くようなんですけども、ですね、ここから、危ねえ、罠発動よ、いけないな。そこが1個ブロックが空いてるようなので、ここね、ここからラッショウモンだったっけな、あった、いけるか、あそこに入ってくようですね。では行きましょう。この辺行けないもんね。あ、そうね、確かそこだったはず。とするとこっから行くのか。あ、こういうことね。オーケーオーケーオーケー、これだ。え、あれあれ、今なんで当たっちゃったんだろう。よ、来た。あ、もうこれで取れてるんだ。あ、ブルーンと落としましたね。あ、なるほどね。で戻ると、タンタン、よし、 OK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 。 これはちょっとなかなか分かりづらいですね。ちょっと怪しいといえば怪しいですけども、これどうだったっけ。あ、よし、ここまで帰ってきましたよ。じゃセーブ取って、ボスはもういない。え、あ、びっくりした。そうだよね、ボスはもう倒されてるよね。中ボスだけか、いたのは。さあ帰ってきました。ほい、来たよ、オールアイテムゲット。ここが隠しステージ。来た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 ぞ。
はい、ではここからなんですけども、隠しステージ、エクストラステージとしまして、強化ボスラッシュ、まあラッシュというか連続じゃないんですけども、1体ずつ戦っていけるんですが、そうですね、強化ボスたちと戦っていきたいと思います。まあ次回のパートからね、まあどういう順番でいくかっていうのは、どうしようかな。あのね、流れとしては耐久、このルカ&リンの耐久は最後にしたいんですよ。うん、どう強化されてるか分かりませんけどもね、耐久は最後にしたい、曲もいいですし。なので順番は、このセレブちゃんボス と、この謎の恐ろしいおぞましい草のボス、それからこのギアボスでかいギアボス、多分ポケモンのキャラクターでしょうけども、この順番に戦ってきます。セレブ、草、ギア、そして最後にルカ&リンという順番でいきましょう。まあね、この4体倒した後にまたこの辺にでかいボス出てくるんだとしたら、まだちょい続くかと思うんですけどもね、まあまあまあ頑張ってやっていきましょう。で、パート的には、まあ、すぐ倒せたら2パートにするしかもしれないし、結構早めだったら3対1パートにするかは、それは分からないですけどもね、うんまあ成り行きに任せという感じでいきましょう。はい、では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。